はい、皆さんこんにちは、渡辺グルービーです。では今回は源平合戦頼朝編続きをプレイしていきたいと思います。現在1185年の5月になっています。前回は四国で兵士を滅亡に追い込みましたので、すでに兵士は、このねマップ上からも消え去っているという状況です。今回はその続きになります。まずはですね、関東から東北にかけて存在している豪族たち、これに対して恫喝を行います。それで頼朝のもとに下るようであればそれでよし、下らないのであれば交戦して壊滅させていきます。そして最後には東北に残っている最後の雄、藤原の秀衡と一戦交える、そういう段取りで進めていきたいと思います。でも早速ですね、各豪族に対してこの頼朝のもとに下るのかどうかっていうね、外交上の駆け引きを展開していきましょう。まずは甲斐の武田、我々のもとに下れという要請、恫喝ですね。まず武田信義とは決裂。続いて今度は木曽義仲に対して同じく我々に下るのかどうか確認をね、していきたいと思います。その前に湯浅宗茂が先かな。ちょっと今見た感じだとどうだろう、木曽義仲自体がいなそうでしたね。もう完全に決裂してしまった後っていうことでしょうか。この湯浅はですね、紀伊半島に勢力を持っている豪族です。では軍を動かしていきます。まず頼朝ですね。頼朝は四国から関東へと帰還してもらいましょう。続いて義経です。義経はこの後湯浅の攻撃に向かいます。渦潮に巻き込まれてる。これで物資が残念ながら喪失してしまった部分がありますかね。福原を立った比企能員軍ですね。これも一路関東へと、向かっていきます。で、遠江にいる三浦義澄ですね。これは鎌倉殿の13人、いわゆる宿老13人のうちの一人です。これも甲斐の武田に向かいましょう。武田軍と一戦交えます。武田軍と本格的な合戦に及ぶのは今回が初めてですね。まず主力となるのが三浦義澄。武力87なので、それなりの戦力にはなっています。そして、副将格が目の光弘。これも武力84ですね。ただ、率いてる動員兵力は500少ないので、目減りには十分注意したいと思います。さて、どうだろう。これ見る限り、武田軍は増兵がいないな。深刻な財政難なんでしょう。これであれば十分に勝てますね。出撃です。一騎打ちを申し込んできましたけど、これ一騎打ちに乗るメリットが何もないので一騎打ちは拒否します。はい、武田軍を壊滅させました。完勝ですね。では上越にいる、今度は城ですね、彼のところに要請をしに行きましたが拒絶されましたね。ではこれも討伐します。まずは武田の館へと進行をかけます。先ほど野戦で武田軍撃破しましたが、まだこれだけの兵力を残していましたね。
三浦義澄大将自ら一騎打ち。武力差9ですかね。三浦義澄が87。鏡長清が78。これだったら普通に戦っていけば勝てる能力差かなと思います。鏡隊を撃破して、この勢いのまま、信義を撃破していきます。今回はね、合戦が多くなりそうな感じですね。では、出撃でーす。はい。武田信義を武田館甲斐で撃破しました。これで甲斐が我々のものになりますね。では上越にいる今度は城ですね。彼のところに要請をしに行きましたが拒絶されましたね。ではこれも討伐します。時政を上越地方越後へと派遣します。我々の要請を断ってきた敵軍を撃破して回りましょう。時政もさらに昇進して兵力増えてますね。2200まで増えてます。あと、まあ武力が高いところで言うと金子家忠、武力86です。敵の方も増兵しっかり揃えてきてるな。まずは短期掛け、一騎打ちを申し込みましょう。はい、これで上越も制圧完了です。今度は義経です。湯浅宗重軍へと攻撃を仕掛けていきます。ここ再生鋭部隊ですね。まあ、湯浅軍も数はしっかり揃えてるな。まあ、ただ義経弁慶の無双コンビの敵ではないでしょう。はい、湯浅隊を撃破しました。上越で憎き伊藤助親ついに捕らえましたね。頼朝の息子千鶴丸を謀殺した伊藤助親、これ伊豆でね取り逃していたんですけども、上越に逃れてたんですね。処刑します。ではマップの方を確認しておくとですね、北陸、越後から越中、上越にかけての制圧は完了しています。甲斐の武田も滅ぼしたので、残っている邪魔な勢力は木曽にいる木曽義仲ですね。これの撃破を頼朝自ら源同士の決戦ということで行っていきたいと思います。ここをうまく撃破できれば、もう残ってる大勢力はいないっていう状況になりますからね。では頼朝自ら軍勢を率いて木曽へと進行します。義仲自ら出陣してきましたね。ただこちらもですね、精鋭中毒精鋭、頼朝はもちろんなんですが、和田義盛、熊谷直光、畠山重忠、笠井茂清、このあたり取り揃えてます。では合戦に入りましょう。まずは一騎掛け行っておきましょう。熊谷直光強いですからね。
なんか女武者みたいのが出てきましたね。トボエ。強い。トボエ武力92か。女子とは思えない強さですね、これ。互角だな、ほぼ。なに？ギリギリだ。危なかったなぁ。武力差3だともうほぼ互角でしたね。ではこのまま、木曽義仲撃破していきましょう。なに？さらに敵が、一気がけを挑んできた。ここはじゃあもう、熊谷直光は体力が全くないので、畠山を出します。この、一気がけ二回っていうのはあまり見ないシチュエーションですよね。畠山重忠はここで、武名、有名を挙げてもらいましょう。打ち取りましたね。もう本戦が始まる前に決着はついたも同然。戦う前から敵は兵力が減っていってる、まさに総崩れの状態ですね。はい、木曽義仲を撃破しました。木曽義仲処刑して、この木曽谷を頼朝の勢力圏に組み入れます。では、今回はね、木曽義仲を討ち取ってキリがいいので、ここまでにさせていただいてですね、次回はいよいよ東北へと兵をすべて藤原の秀衡と一戦交えたいというふうに思います。